途中から撮影の許可がおりました。イエーイ。正面は禁止です。よし、はい、行こう。お願いします。じゃあとりあえず今ね、あ、今何してた？あとはね、ヘッドの向きね、こちらね。はい。うわ、え、デスクワークです？いや、歯医者です。歯医者か。はい。今歯医者も結構目使うよ。3時間オフでした。今日3時間オフです。え、歯医者で？歯医者です。歯医者で3時間オフとかあるの？歯茎の移植の。ね、歯茎の移植。はい。なんかまあでもまあ大変だろうな、やっぱ、うん、大変うん、お医者さんとね、まあね、こう、うん、今日めっちゃ疲れてたんですよ。うん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 、しょうがないですね。やっぱ下向く仕事ってね、もう疲れることばっかりなんですよ、本当。もうしょうがない、これは。つけてないと猫背になりそうな。うん。あ、でもまあまだいい方ですよ。ちょっと本当ですか、うん。僕の感じだとね。うん。まあだいたいもう本当何千人とこう触ってきましたけども、うんうん、やっぱね、痩せてる方はね。得得あのお体的には負担がない、やっぱり。あ、でもね、首の長い人は損かな。いやだって結構首長いって言われますよね、うん、あの頭の重さってほぼ変わりないから、やっぱりあのその首で支えてるからね、やっぱみんな均等で辛いです。首まで首鍛えるの難しいしね。鍛え方わかんない、うん、そう難しい。じゃあちょっとね、猫背矯正気味になっていこう。はい、肩甲骨話いきます。はい、これをね、これ失礼します。これちょっとね、こう、はい、これ楽にしとってくださいね。はい、あ、ちょっと、真ん中、ちょい固めぐらいか。ちょい固め、うん、ちょい固めぐらい。あざすあざすあざす、あ、もう、行こう。あ、ありがとうございます。またしてください。意外とマスクしてるから何か分かることあるな、みんな今。水もあるんですか？ありますよ。南大分であのお店経営しております。あ、そうなんですか。はい、そうそうそう、リアルマッサージ師なんで。夜はこういったことを、まあ、不況というか、まあ、自分のためというか、ね、自信につながるというか、まあ、そういうことをやってます。まあ、楽しいじゃないですか、こうやって人と触れ合うのね。まあ、じゃあ若干お店の宣伝にもなるし。 OK、 はい、はい、反対いきますね、はい、なんか知らんで声かけられるなだからこういうことしよったら本当微妙にイメージになってきてる。いや、目立ちますよね。大分県 YouTuber っていう自体が珍しいですからね。いや、私初めて会いました。あ、でしょ、はい、僕もあの YouTube 始めてやっぱりちょっとあのそういった仲間はできましたけど、はい、あの疲れるくらいですね。野外に関してはあと1人ぐらいしかいないですね。へ、はい、こういう外でからこういうなんか、ね、変わったことしてるんで撮影みたいなのは。うん、でもあの肩甲骨いいな。でもちょっとこの上硬いね、うん、このね、僧帽筋っていうところね、首元の要は首に連なる筋肉、はあ、肩から首にこう登ってくる筋肉があってね、はあ、こう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 やって、あ、ここら辺硬いね、うん、で右の方がちょっと硬い、うんうん、まあ、ちょっと右だけはこう肩回し的なやった方がいいかもしれませんね、はい、首を伸ばすこうストレッチありますよ。うん、それは後で教えますよ。それは、はい、うん、それやった方がいい。あの、どうせ絶対下を向く仕事なんで、やっぱ今からどん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 続けるは続けるほどね、体は劣化していきますんで、やっぱりどうしてもね、蓄積しますんで疲れくっていうのがね。そうですよね。年を取れば取るほど。そう。それなりにケアしていかないとね、男性は我慢しますけど、女性はその点メンテナンスしっかりしてますからね。はい、うん、素晴らしいですよ、と。まあマッサージ行ってるんだったらね、しっかり行ってください。はい、あとなんかこう疲れであります？肩以外。肩以外、うん、別に僕全身組まれてる気まできます。足だろうと手だろうと腰だろうとって、まあまあ特になければ大丈夫ですけど。そうですね、うん、まあでも全身一応メンテナンスはいってるのはいってる、うん、足張りは結構あります、ね、足の張り、張り、あ、足の張りね、足の張り、はい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 、じゃあ足見ます？ちょこっとだけ。いいですか？あ、いいよ。あ、まあ、いいよ。じゃあちょっとね、こう下にこう行きます。はい、うん、あ、こっちも正面でいいですよ。はい、そう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 。
めっちゃ笑ってる。いや、出会いですわ。ああ、ね、ないですね。もう、あの、たぶん1000円いってます。ですよね。普通にだって1時間4000円とか普通にするの、ね、うん、そう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 。はい、行きます。足に結構むくんでますね。はい、むくんでますよ、これ。お姉さん、ちょっと今日は3時間経ってましたので、うん、ちょっとリンパ節しっかり揉んでくださいね。家で、わかります？リンパ節。いや、わかんないです。わからないですね、はい、膝裏、膝裏、ここ。あ、真裏です、ね、真裏、ここ、ここと鼠径部、内もも、ここ、はい、ここをお風呂上がりしっかりちょっと抑えるぐらいでいいんで、はい、やっていただく。そこをやらないとやっぱこう戻っていかないんですよ、血とともに。リンパ、お風呂やっぱ使った方がいいですか？あ、もちろんです。疲れないと疲れ取れませんからね。そうそう、お体も、ちょっと夏は暑くて疲れないな。まあ、それに関してはなくても、このお姉さんの場合むくんでますから、比較的、はい、うん、足をこう膝裏だけはこう揉んでください。ここにこうやって、はい、こうやって、うん、分かる分かる、そう、分かる。もう、もう全然全然、もうそれはもう今までやっぱ経験がありますんで、そこら辺は。こっち、むくんでるな。むくんでるな、悪いわ。むくみやすいっていうのあるかもしれないですけどね。まあ人それぞれなんで。やっぱ歩かないもんね、歯医者だし。歩かないです。じーっとね、じーっと立ち、じーっと立ちですよね、はい。ある意味のデスクワークだな、あれは、はい、うん。やっぱ歩かないと血液ってこう、上に上がってこないんですよね、しっかりね。血液上がらないってことは、じゃあ血液を下に落ちてくるじゃないですか、うん、で戻らないってことはそれが溜まる一方なんですよ、うん、でその血液が毛細血管からこうバーってこう漏れ出して、それがむくみに変わるんです。だから足むくむんです。お年寄りなんか、車椅子の方、はい、ああいう人なんかパンパンにむくんでますからね。やばいぐらい動かないから。そうだから、病院の人なんかは歩きなさい、歩くこと、血液の循環ってそれほど大事なことなんでね、しっかりね、ここね、ってやってくださいとかね。裏側気持ちいいです。裏側気持ちいいです、うん、じゃあもう自分でやってください、はい、これ毎日やるって意味ないですから、はい、そうそう、マッサージはね、月1でもいいですね。やっぱモチベーションにつながりますね、マッサージ受けるとね、はい、ちょっと疲れが取れますんで、うん、よし、OKOKOK じゃん。こんなもんでいいでしょ。はい、じゃあ最後にちょっともう一回肩行って終わりたいと思います。はい、はい、よっしゃよし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 、うん、それだけ分かっただけでも儲けもんですよ、はい、確かに、うん、そうそうそう、頭痛のね、ああ、頭痛ストレッチを教えるの。頭痛教えてください、うん、そうそう、あとはもう足のむくみでしっかりね、はい、うん、今日からね、今日から明日からもね、よし、痩せてるから楽だ。リアルな話。やっぱ太ってる人ほど硬い筋肉してますんでね。はい、はい、お疲れ様でした。じゃあそのままね。はい、ストレッチのね、あれ、これこっちにまず。とりあえず右肩かったんですよ、はい、右のね。だからじゃあこれを腕失礼します。でこれをこうして自分で、はい、で左腕でここ持ってください。でここを押さえる、そしてちょっと倒すぐらいで、お顔を向こう、左前、前下にグッて伸ばす。で要はこういうことです。わー、すごい、伸びます、伸びてる、めっちゃ伸びる。これ自分でやってみてください。ほら、これ押さえながら、はい、自分でも伸びるんですよ、うん、伸びてる。こうね、こびーって伸びますんで、でこれやることによって、やっぱ毎日、毎日じゃなくてもいいです、仕事を合間にやってください、はい、でやると、やっぱちょっとずつちょっとずつね、マッサージ、まあ、いかんでもいいって言ったら、まあ、僕ら将来が上がったりなんで、はい、まあでもやることによってね、健康をね、どんどん上がっていきますんで、うん、これでやり方知っておいてだけでも儲けもんなんでね、はい、ぜひやってください、はい、ありがとうございます、ありがとうございました。はい、では最後にね、すいません、消毒しとってください、はい、はい、一応、はい、ね
じゃあこちらのあれあのアルコール消毒できますね、カレーってね、はい、一通り、はい、ちゃんとねこれやっとかないと危ないんでね無症状ってありますからね、怖い怖い、ね、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、お疲れ様です、はい、よっしゃ、ありがとうございます、ご協力ありがとうございます